さて、続いて夏の高校野球。今日も放送エリア5つの国あるチームを紹介します。J コムチャンネルでは7月10日から江戸川区球場で行われる全試合を生中継。そして夜9時からは東西東京大会の結果をダイジェストで放送します。